かきえもんかまあとかきみぎえいもんかまあといちかきえもんかまあとは佐賀県西松浦郡有田町南山町にあるかまあと1989年9月22日に国の史跡に指定されたまた2016年4月25日には日本遺産日本時期のふるさと被然百花両欄の焼き物散歩の構成文化財にも認定されている佐賀県西部には伊万里市武雄吉 有田町、山内町などを中心として、約500カ所にも及ぶ、近世時期カマートが確認されている。とりわけ、伊万里湾に流入する有田川上流域は、泉山寺釈城をはじめとして、山、下た、原明、天狗谷カマート等、初期段階の磁気生産から現代に至るまで、日本の当時史上有数のカマ場を形成している、地域である。柿江門カマートは、 有田町の原種、伊田柿江門工房裏手にあたる標高85メートル前後の都市小山丘陵に斜面に所在する。1976年から78年にわたり、有田町教育委員会によって発掘調査が実施され、並列した2機の釜跡とその両側に物原が確認された。釜跡はいずれも段階式連合のボリガマの構造で、 A カマートは全掘りされていないが、同義間から第12室までの水平長、約42メートル、平均位を勾配約11.5度で、鎌全体は約60メートル規模と推定される。各小性質は鎌シ部ブに移行するに従って、幅を増し、線上に広がる形態を定する。B カマートは A カマートの北側に並列して構築されており、 釜の最後尾が一部作閉されているものの、同義間と21の小性室とからなる。釜跡の水平長、約83メートル、平均勾配約13度で、A 釜跡同様状態の平面型が線上に広がる形態をとり、両釜跡と,とも保存状態は極めて良好である。モノハラブは AB 釜跡の両側に存在するが、規模、 遺物の出土量とも北側のビーカマートに接する、物原が大きく、厚さが3.8メートルにも及ぶ部分がある。カマート及び物原からの出土遺物には、陶磁器片のほか、陶鎮、鞘、狭間などの鎌道具類がある。このうち製品の磁器類は染め付け、白磁、乳白種、青磁、色絵素磁、色絵等多た種類に及ぶが、大半は染め付けによって占められ、 色絵素地は少ない。機種は皿、パチ、ワン、向こう付けがほとんどであるが、中でも皿類の湿度量が多く、ろくろ成形とカタダ成形とが見られる。文様は、筆成の軽やかな、繊細な線で描かれ、金獣類、キ花絵、図案風の絵柄が題材として多く取り上げられており、特に、花鳥を描いた皿類に有品が認められる。磁器類の全体的特色は、 17世紀後半に確立したとされる家計門様式に属するものである。その海洋時期は、鎌構造、出土遺物の特色から、最初期の家計門様とは言えないが、両様とも17世紀後半頃に位置づけられ、B 様から A 様に連続して創業されたと考えられる。色絵時期の代名詞のごとく、言われる家計門様式は、染め付け、白字、 政治等いずれの技法を見ても、日本を代表する高級時器で、柿モ門カマーとはその油品を専業的に生産した、のぼり釜である。製品は受注生産を、主に国内においては、三宅、公家、初代美を向けに作られ、海外では、オランダ東インド会社を通じ世界各国に輸出されたばかりでなく、ヨーロッパ各地の当時生産に大きな影響を与えた。それまで日本は、 当時生産においてアジアの後進国であったが、この時期世界的な当時輸出国となった。柿モ門カマーとは、この柿モ門様式の時期生産を代表する登り釜として、日本の洋業市場における学術的価値が高いものである。ありがとうございます。